おはようございます。おはようございます。今日はどうやったら元気になるか今日はですね、2017年の6月の7日、はい。おはようございます。10時47分です。皆さんと一緒に元気になっていこうと思います。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。うん、元気を、これはこ、あ、コメント、これは関係ない。今日は、皆様と一緒に元気になっていこうとするんですけれども、元気になっていこうと思う方は皆さん、砕け散るっていうか逆になっちゃいますけれども、これは何でなるかって言いますと、それは、元気の方法に、ワド、おはようございます。ワド、おはようございます。マチルダさん、どっかで見たことある。おはようございます。ワドツ、ワドツ、おはようございます。おはようございます。ワド、おはようございます。元気っていうのは、そう、浅井さんおはようございます。元気、すいませんでした。またお願いします。元気っていうのは皆さんと一緒に元気になるんですから。それは、社会構造を見破って、そして、その、社会構造を見破って、そして、すいませんでした。またお願いします。社会、見破って、そしてその社会構造を、見破ったところで、その自分のしたいことを、そう何でも、その、挑戦していけば、それは、実るということですけれども、その、社会構造についてお話しします。社会構造というのは、これは、元気を出せば歓迎されるんじゃなくて、元気を出せば、今ちょっと、嫌がられる、嫌がられる状、そういったような社会ですけれども、これは、その社会が、食いつくとみなせば、それ皆さん、元気になっていくわけです。で、社会が食いつく、この、そういうふうに、撮影やってる。と思わないで、社会が守ってくれる。これで、その全員元気がなくなるわ、なくなって、それで、弱体化してゼロになるんですけれども、守ってくれる社会でなくて、その食いつく社会ですね。そういうふうな、認識を発生させるだから、まあ、することといえば、日々何をやるにも全力を尽くすです。そうすることによって、何、後ろ撮影、そうです、みたい、そうです、そうみたいですよ。ワドツ、おはよう何の話、社会が食いつけば、そういうふうに見なせば、みんな元気になるよっていうことです。こうや見ると解放者和道なんか、こんにちは、こんにちは。そうですね、元気、要するに、皆さんと元気になりたくて、この放送を見てらっしゃるんですけれども、これは、和道さんが、食いつくとみなせば、元気になります。で、それについては、これは、その、上手、歯のついた上手、あれだと和道さん思えば、みんな元気になります。キーワードは元気。キーワード。その、あなたにとってのキーワードは元気です。おばちゃんだね、おばちゃんです。こんにちは、こんにちは、元気になりたいです。それは、男を馬鹿にすれば元気になれますけれども、それは、難しいの。それは難しいっていうか、要するに、サメは男だから、サメは女だと思えば、それは元気になります。浅井さん、知らないと、にわかだな。婦人部長。婦人部長さん、こんにちは。よろしくお願いします。和道旅団の婦人部長さん。婦人部長さん、おばちゃん、創価会が得意ですので、よろしくお願いします。食いつくって顔を、餌を投げればいいんですか？あ、サメが来た時餌を投げればいいか？逆ですね。ないないないねって隠しておいて、いきなり餌を投げれば勝てます。浅井さん、こんにちは。ピカちゃん、こんにちは。和道さんの彼女。彼女、女じゃないもん、お化けだし。女性の方、初めて見たお初です。こんにちは、お初です。こんにちは、こんにちは。婦人部長さん。婦人部長さん。
そうですね。本当は、地域社会が、その人を、元気にしていく役割を、担うべきで、今のように、医療が担うというのはみんなこれ逆ですからみんなダメになっていくわけですが。ニャーさん、こんにちは。和道寮団自宅取締役。自宅取締役そうですね。サメさんがどこにもいないですけれども、サメさんはいますので、ちょっと外にお出かけいただければ、なんか、どれもかでも、サメさんかもしれません。ちょっと出ちゃう。あ、ペコちゃん、こんにちは。のんたん、たま、て、箱、開けたのか？のんたん、たま、て、箱？多分、のんたん、たま、て、箱はおじゃになったでしょ。スキル、和道さん。スキル、和道さんよりあるね。スキルなんだかわからない。浅井さん、一度お会いしたいです。そうですね、婦人部長さん、よろしくお願いいたします。一度お目にかかりたいと存じます。どうぞよろしく。おばちゃんは、何ですか、世の中を、元気にする。で、これは、女性の力だと思いますけれども、女性の力が、出る社会ですか？それは権威、権力はない社会。それを目指します。浅井さん、和道津、厚志さん、こんにちは。ありがとうございます。何ですか？厚志さん。あ、なんか、なんか持ち上げてる。そうか。そうですね。和道、元気になるにはどうしたらいいか。それは、サメと戦うことです。サメっていうのは、自分の納得のいかないこと。もう少し具体的に話してください。ケーキ姫。要するに、女の人が男の人に食いつけばそれは、ことは解決します。プレプレバンガーさん、さん。これじゃあ元気にならないんで、元気というのは、全部サメと目にしてぶったたくことです。上手。そう、上手です。上手っていうのは、ワンちゃんだな。だから、社会は安全な敵ですね。と、これです。だから、上手、目がけてぶったたけばいいけど、そうじゃなくて、上手を食っちゃえばいいんです。浅井さん、おはようございます。おはようございます、エミさん。なんでしょうかね。元気。そして、音楽だ。音楽、元気。本来そう、音楽はみんなに元気を作るものですけれども、今は逆になっています。で、それで、浅井さんはご自分のお金でホームレスの弁当を配ってます。新宿のマザーテレサですよ。弁当でない、缶コーヒーだ。あとはみんなってます。浅井さん、和道さんは男としてどうですか？付き合えますか？付き合えますか？わからない。私誰とも付き合わない。わかんない。付き合えないか。わかんないけれども、だから、女の時代になれば良いというのは私の考え方です。浅井さん、おはようございます。後ろの人はサメさんですか？黒毒さん、こんにちは。僕はわかんない。黒毒さん、サメさんの親玉だと自分では思ってます。和道さん、解放さんと会ったのですか？ユーターさん。解放さん？解放さんわかんない。ユーター。そうですね、食えると思って食えなくなった人、これは終わりですね。というのは、それはどうしたらいいか。これが、今日のおばちゃんの問題です。さて、食えなくなった時は、まず何かしようとすると自殺しちゃうんで何にもしないと。で、何にもしないで、そして、お経を唱えるか、そうです。
地域の人とそういうくだらない話に出かけると。で、これによって、一気に行き上がるとさ、引き返って、それで、これは、世の中に役に立つ賢明な人になります。今の時、男はみんなふにゃふにゃして、オカマみたいになって女性化してると思うんですけど、ご意見お願いします。オカマ？オカマこれは素晴らしいですね。いや、なんで？いや、いいよ、続けて。いや、続けて、ごめんね。いいよ、いいよ。いや、心に、人格に心があるかどうか。まあ、おかまには皆さんの心は持ってらっしゃって、これがそれは世の中の目的っていうか、その世の中で一番肝心なことですので、おかまさんは皆さん素晴らしいです。いらっしゃいます。で、今の時代でさ、だって男の人が身を守るためには、おかまになるしか方法がないもん。いや、だからそれはさ、身を守る方法としては、正しい。そう、極めて正しいですよ。どこにも害悪を与えないもん。だから、おかまさんは素晴らしい人間です、皆さん。おはようございます、ゆみちゃん。タバコは害悪じゃないですか。タバコは、サメですけれども、サメの一種です。で、これが、どのぐらい害悪になると、みんなの頭をパーにしてるし、そして、さらに、みんなの言葉をさ、みんな心につなげずに、何につながってるの？言葉を感情につなげる道具だよ。だから、病気になるじゃない、頭が食うじゃないし、自分を偉いと思ってなきゃならないこの世の中ではタバコは必要です。タバコがなければ、だってそれ自分を偉いと思えないんだから犯罪が増えるでしょ。タバコの害悪ではないですか。浅井さんは黒毒さんだ。浅井さんはいつも元気でいいですね。タバコの害悪ではないですか。タバコの害悪で元気になってるかっていうことですか。タバコの害悪。いや、だけど、タバコをやめても、いいと、やめさせてもいいという、この世の中を作れば、それは、あれですよ。さあ、未来の世の中だ。おはようございます、ゆかちゃん。おはようございます。米の国だからね。あ、どっかで見たワンちゃんだ。米の国？米の国。米、昔の米ですか？昔の米、だから、米の国だから、タバコなんて必要なんです。性同一障害の人の話じゃなくて、そういう人は病院だからいいんですけど、普通の男なのにヘニャヘニャしてる男ですよ。そういうの増えていませんか？性同一障害。普通の男なのにヘニャヘニャしてる。ヘニャヘニャしてなきゃ心を維持できないからです。浅井さんタバコ吸いますか？吸ったことありません。だからお釜は必要。そう、お釜は身を守るために必要です。賢明な選択です。バーガープレゼントしました。ありがとうございます。天国と更新できました。天国？和道さんと更新すればいいんですけれど、県を更新したって仕方がないですじゃないですね。天国と更新できます。でも、天国と喋るのはなかなか難しいです。バーガープレゼントしました。ありがとうございます。福山商店さん。米の国だからで、ね。福山商店。米の国。あ、もう一回、米の国だからで、ね。だから、米の国だから、アルコールとタバコが必要になってる。だから、これはなくなれば、未来です。福山商店バーガー3個ありがとうございます。ありがとうございます。吸ってください。サメさんより強くなりますよ。タバコを吸えばタバコを吸えばサメさんより強くなる。だから、その誤解によってみんな吸ってるんです。で、それで、サメさんより強いってみんな思ってます。だから、お釜は必要。お釜は、心の綺麗な人が、自分の心を維持するために、お釜になる必要がある世の中です。だから、お釜が必要か。別に私にとっては必要ないです。お釜の人は身を守る道具です。男の人が心を維持するためにお釜になるしかない。この人が神なら、俺は天使だわ。神武雄さん。天使一般的な考え方でいくと、世の中は地獄なんです。だからあなたは天使です。米の国だからね。また米だ。米。だから、
世の中は地獄、この世は米の国。で、それで、お釜が必要。ワード2、おはよう、おはよう。男は大人らしく、女は女らしくしてほしいです。ファッションは、お釜と、本は、お釜は、本と、勘弁してほしいです。男は男らしく、女は女らしく。あ、女の方ですね。男は男らしく、女は女らしく。ファッションとお釜は本当に勘弁してほしいです。そうですね。男らしい人も、それは大好きです。男らしいっていうのはやっぱり、なんていうの、気合があるっていうか、なんかそんな感じだと思いますが。男らしい人は、あんまりいない。だから、お釜の方がいい。だから、お釜は必要。点々。お釜、お釜、私にお釜が必要かっていうことですか？そうですね、心の癒しとしては、お釜は必要かもしれませんけど、癒す必要は あんまりないもん。バーガープレゼントした福山商店、癒す、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。福山商店さん、癒すさん。ありがとうございます。ピースですね。ピース。ピース。世の中に勝つ気合です。別に個人の自由で、いいのでは？ミカさん。米の国だから別に個人の自由でいいのでは？ミカさん！そう、人がどのような格好をしようと、どういうふうにしようと、個人の自由で、現状ではお釜の格好をしなければならないけど、それはまあしょうがないです。福山商店、皆さん、バーガーたくさんありがとうございます。ありがとうございます、バーガー。福山商店、皆さん、ありがとうございます。あ、婦人部長さん。婦人部長さん、ありがとうございます。婦人部長さん、ということは、地域の活性化の団体を立ち上げたいと思ってます。NPO 法人で立ち上げたいと思ってますが、その時はぜひ婦人部長でよろしくお願いします。だからお釜は必要。てんてんてん、三井だったぞ。お釜必要か？お釜ですね。いや、だからね、この世にとってもさ、おばさんにとっても必要ないです。だけど、おばさんは、おばさん、お釜は、心を守るために、お釜は必要です。それしか方法がないから。和骨、ほっこり兄さん、和骨、米の国だからね、あ、四つやった。あった、これは米か。米だとすると、だから、世の中はもう変わってもいいんです。誰も文句言わない世界になりました。おう、NPO だ、都議会選挙。都議会選挙。都議会選挙じゃないな、逆だな。おばさんはサメと一緒にやるんです。だから、サメを滅ぼそうとするんじゃないです。個人の自由は認めますけど、多数が見て不快な思いをする場合、個人の勝手でしょうという理論はどうかと思うんですけど、マナー的に。なんで神になれるのかですか？神っていうのは、いや、おばさんになろうと思ったことは一度もないになってしまったんです。だからお釜は必要。てん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 。1,2,3,4,5! 米の国だからね。え？ 3 つ。4つ。で、3つで減ったと。5から3に減って米の国で、お釜は必要、米の国だから。そうですね。その通りです。だからもう点つけなくていいです。です。だからお釜は必要、米の国だからで、ひどんなってお釜配信に説教してもらえますか？お釜配信があるんですか？ひどんなっていうお釜配信者。配信するっていうことはお釜じゃないですよ。ちょっと違う。だから、説教は通じません。神様でさ、示す、神様って、神ってさ、示す申して、意義なんだよね。語源の話ですが。示す申す。あ、申すの意義。あ、神は示す申すの意義があると言ってるんですね。
そうですね。この光で光が降り注いでます。アメリカのトランプ政権はどうなるのでしょうか。どうなるでしょうね。この世の一番この世らしいところですけれども、でもおばちゃんが強くなるとひっくり返るでしょう。で困ったね、そしたら。で、おばちゃんは、別にひっくり返したくないんですけれども、でも、アメリカのトランプ政権はどうなるんでしょうか。はてな。そうですね。今の時代らしいと思います。2045年の技術的特異点に人工知能が到達してしまう問題について、見解をお願いします。人工知能が2045年にできるというんですか？で、それで、人間の知能は必要なくなるとでも言ってんのかしら。特異点に人工知能。人工知能が2045年にできるでいいですか？これはどう思いますかですか？人工知能。現在の人工知能はできるでしょうけど、これは知能じゃないです。知能っていうのは、地域で座って遊んできて、そして地域です。で、それが知能。だから違うものができてしまうんで、これはその時に、皆様が神になってないとひっくり返ってしまうでしょう。全人類の知能人工知、2045年に全人類の知能を人工知能が超えてしまう問題です。で、その知能に対する考え方が間違いで、知能とは、地域に培われるものです。今日の朝ごはん、ファウストさん、朝ごはん、いつもの朝ごはんの問題ですか？朝ごはん、朝ごはん。朝ごはんですね。朝ごはん、いや、食べ物はなるべくいいものを食べた方がいいと思うんですけれども、何でしょうかね。いや、朝ごはんじゃなくてみんなんか悪いものを食べて、おばちゃんがっかりするんで、これはいいものをこれ持って、こう画面に現れるか、もしくはおばちゃんがいい銘柄を配信しますので、よろしくお願いします。簡単に言うと、人間よりコンピューターの方が頭が良くなってしまうんです。どう思われますか？人間がコンピューターに支配されてしまうかもですよ。いや、地域の人は意外と頭がいいんでやられないです。これは、素晴らしい人工知能の定義、未だに自動翻訳さえできないものですね。自動翻訳はわかんないけれども、知能っていうのは教育によって培われるものではなく、地域で遊んでみんなと一緒にこうギャーギャーやってて、それで、自然に知能となります。これは、あと、その知能を作るために、おばさんは NPO を発足させます。データ関数の肘目字で0点は常に一致性にあるということについて一言。これわからんど。なんつってますか、これ。よくわかんない。データ関数の肘目ではない0点に常に直線であるということについて一言。待ってくれ。だいたい噛んでいこう。データ関数、これわかんない。肘目でない0点は常に一致線であるということについて一言。ゼロはね、すべての人にとってさ一致じゃないです。ゼロはおばさんに揃えばいいです。どなたですか？浅井ゆう子と申します。浅井おばさんです。よろしくお願いいたします。美香さん、難しい話だ。何かな？知能ですか？知能じゃないな。おかまですか？おかまは、自分の心を守る、その心の美しい男性は、おかまになる必要性があって、それでなっているということで、皆さんおかまを可愛がってください。和道さんどうも。どうも、ありがとうございます。お世話様です。そうですね、どうやったら元気になるかだったっけ、今日は。元気になる方、元気になる。さあ、まず男の人はおかまのふりをする。女の人は、おばちゃんのふりをする。これで元気です。で、それで、さらに、元気。さらに、そのふりをして、さらに、シャメさんに向かえば全員元気です。
てか、あんた、誰やねはははは。浅井ゆき子でございます。よろしくお願いします。楽しかったです。ありがとうございます。では、また今度見てね。ではね。米人さん。米人、さっきの米人さんですか？米の時代で亡くなってごめんなさい。さて、これは、人工知能は個性、または自我を持ちますか？人工知能はよくわからないけれども、今の知能の延長だとしたら、自我は持つでしょう。個性は持たないです。これからの未来はどうなりますか？子供の成長が楽しみになる世の中になると思います。浅井さんって、どれさんと同じ年ですか？どれさんよくわかんない。ケーキ姫さんわかりません。すいません。ずっと何を言ってんですか？ケミーさん。言ってることは、いい世界が来るので頑張った方がいいっていうことです。犬に吠えられた。ワン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 ！犬、そう、おばちゃんは、吠えるだけじゃなくて、画面で噛みつくんです。ワン！ヤンミルズ方程式について一言。これ難しいよ。ヤンミルズ方程式はその、何かということについてまず教えてください。それからです。で、難しいことはおばちゃん得意ですから、何でもさ、説明があれば何でも答えます。パヨク？右翼、左翼、パヨクですか？パヨクじゃないんだよね、これがね。パヨクっていうのは、いや、言っちゃ悪いけど、パヨクなのって、窓さんで、後ろの窓さんだと思ってます。どれさんって、おばちゃんはパヨクじゃなくて、何かな？パヨクです。ドレさんって独身で、彼女募集らしいんで、彼女になってもらえませんか？ドレさんがわからないもの。預言者ですか？預言者？預言って、いい世界が来るとはあんまりいい預言者じゃないです。世界が破滅するぞと預言者が正しい預言者に今なってるから、破壊されるぞってそれを脅せばいいんだから。だから預言者、いい世界が来るぞって言ってます。これは預言者じゃないかもしれません。311東日本大震災について日本人がアメリカに大虐殺された件について喧嘩をお願いします。これはわからない。浅井さんにはご主人いますよ。ご主人。主人は神です。ドラさんは配信者で筋肉ムキムキの人です。筋肉ムキムキ。筋肉は作るの大変で、おばさん筋肉作ってるから今。毎日、ジム行ってます。で、60過ぎてから筋肉が出てきました。それでおばちゃん頑張ってます。ほんと神様のおかげです。憲法9条改正。これもよく憲法についてはわかりませんが。こんな難しいことばっか浅井さんに聞いてるだろ。ブック、プック、プック、クップ、プップ、クップ、プップクプ。わからない。プップクプ。なんかあるんですか？プップ、プップクプ。わかんない、やっぱり。憲法9条。このうちは11次元らしいですが、一言お願いします。この世の中は、11次元？光と闇の2次元です。東京オリンピック。オリンピックはおばさんの世界が来たら必要ないです。っていうのは、運動乗り場が救えてるところは運動しなきゃならないじゃなくて、世の中に貢献しなきゃならないです。年の割には白髪が少ないですね。おばちゃんは、一重にして真っ白になるんで、あんまり働かないようにしてますと、この頃とあんまり、真っ白にならなくなってきた。少し体力がついたかもしれません。経験人数を教えてください。わかんない。おばちゃんは、この頃大勢の人と喋るようになりました。憲法出てきたよ。話についていけねえ。憲法？だから憲法法律よりも、優れたものだったら憲法改正。これ、それ作るのなかなか難しいと思いますよ。新年号について。ファウストさん。新年号。これわからないです。新年号。次は年号なんて言うかですか？そう、おばちゃんの考えることじゃないよ。よくわかんないな。今は平成だから、その次何ですかっていうことですか？そう、そういうこと。だから、神の世界だから、神時代、新時代ですか。若さの秘訣、若さ、おばちゃん若いかな。でも、筋肉が出てきますから、心に、志が、志おかしいな。
世の中を良くしようと思うことですね。和道さん、はじめまして、はじめまして、よろしくお願いします。関よしえさんとなぜコラボ配信しないんですか？よしえさんとぜひいらしてください。一緒に配信しましょう。和道さんに今必要なものは何ですか？マーロンさん。必要なもの？仕事です。だから、皆さん仕事依頼をお願いします。和道さんどう思いますか？和道さん、真面目な立派な方です。www、ミカさん。そうですね、要するに、元気になる方法。元気になる方法だから、サメに噛みつく牙を持つことです。飛ばされた、プラチナバエさん。飛ばされた。おばちゃん飛ばしましたかよくわかんない。単行本にカレーについて読めないページがあります。どうすればいいですか？カレーって言えば、カレー、あそこの、甲州街道の野菜カレー美味しかったけど、和道さんと一緒に食べたことがあります。なんか映ってたよ。和道さん髪の毛を黒く染めたんですね。和道さんと髪の毛を染めた。赤く染めたの？黒く染めたんですね。だから、よかったですね、和道さん。ホモサピエンスはこれからどう進化すると思いますか？進化はおばちゃんが司っています。神になります。和道さんはいい年して仕事もせず髪の毛を赤く染めてますけど、これでいいんですか？日本の社会は暗くなりませんか？髪の毛の色ですか？赤いの、ほら。赤いか。ん？赤いの。さあ、髪の毛が赤いのはおばちゃんが悪いございました。今、髪の毛は精神の色。今、原発問題がありますが、ウランの核分裂について教えてもらえますか？原発問題？あれは人間の能力が足りないで、人間の能力が、それはもっと、莫大に増えれば、あれは中止になります。で、それで、さらに言うと、エネルギーは人間が出すようになります。サメ島さん。プラチナバイ、サメ島さん。サメの島？あなたはサメの島で、私はサメです。www、痴漢について。痴漢、よくわかんないの。痴漢って、電車で痴漢っていうのですか？よくわかんないけど、あんな、バカなことをしてる人、する人は多分頭が狂ってんで、救助が必要です。頭が狂ってんで、そこをやっつけちゃかわいそうだよね。でも、まあ、今はやっつけられる世界だから、それで、よくわかんない。でも、電車で痴漢して、人生を失うか。それはサメさんの世界なんでしょうがない。だけど、それは多分、世の中は間違ってんで、神の時代になれば誰も痴漢しなくなります。痴漢、キューちゃん、牧師の嫁さんですか？牧師の嫁さん。だから、キリスト教は、社会を活性化させることにありますが、おばさんは社会を、沈めてなくすることにあります。最近マックばっかり食べててもやめる方法ありますか？マック美味しいんじゃない？よくわかんないけど、この前美味しいしてたよ。マック。あ、マックのそういえば、紅茶うまくできてる。たまに飲むよ、美味しいもん。やめる方法？マックをやめる方法？マックいいんじゃない？別に。売ってる人とおしゃべりしてくれば。濡れますか？プラチナバエさん。プラチナバエっていう意味がよくわからないな。海に溺れる人はこの世は少ないんだと思います。夏の暑さ。ファウストさん。夏の暑さ。暑い。今日は暑くないけれども、夏の暑さ。夏の暑さ。いや、この時代は夏が暑い世界ですけれども、次の時代は夏が暑くなくなります。生活保護不正受給について。不正受給？生活保護不正受給って、この世は国の世界だからしょうがない。だけど、おばさんがいなくなったら、おばさんの時代になったら、社会そのものが、役所。
役所全体が。町内会運営になりますので、不正受給のところではないと思いますよ。少子化、超高齢化社会についてどう思いますか？いや、よくわかんないけど、子供が、育つのが楽しみになるんで、子供は増えるかな？よくわかんないな。まあ、年取ってもボケないでしょ、みんな。ボケるのは今、世の中が違ってるからボケるんだ。浅井さん、今日は明け集めしないんですか？今日は夜になったら控え集めに行きますが、いつもの通りです。お口のおいに凄そうですね。お口のおいにサークさん。そうです。サメさんが恥を歯がついてます。会社にムカつく上司がいます。殴ってきていいですか？逮捕されないようによく考えるべきです。だから、やっぱりムカつく上司？それは強調した方がいいですよ。なんお前。エセアカ、今日、信者カエルくん。なんお前。よくわかんないな。なんていうお前。わさは神様です。神様は、あなたもきっと神様です。大丈夫です。浅井さんの最終学歴って大学院ですか？指圧マッサージです。浅井さん、ここにいたのか？もったいないさ。もったいないさ、左の後頭部の話です。この自宅から行くんだったかな。良い時代が来るっておばさんが配信してるの大丈夫です。冷戦トラコさん、はぁはぁはぁ、今将棋してるんですけど、王手した方がいいですか？将棋。牛へテレビ来る。テレビ来るわかんない。神様、毎度です。毎度。映画でしょ。え？映画。テレビ来るっていう映画なんですか？神様、毎度です。毎度お世話になってます。違うよ。神様、神様、毎度です。毎度です。お世話様です。朝は何食べましたか？朝、和道の召喚獣の一つ。召喚獣って何？和道が出す怪獣でいいですか？チャトラ12さん。ん？そうです。噛みつくんです。テルピちゃん、テルチャンピン。テルチャンピン。格闘技の大会出るんだよ。テルチャンピン誰ですか？格闘技する人。そう、戦うの。ポスターいる？ポスター、家に余ってるけど。俺、格闘技の大会出るの。おう、それは倒せればいいけれども、テルチャンピンを倒してね、捨て頃。バドさえ倒してねって言うんですよね。うん、そうですよ、テレビじゃなくて映画。東宝って書いてあったから。うん、え？いや、そう、テレビチャンピオンっていう人はさ、右の、本当はお腹が悪いや。お腹でもうちょっと上あたりが悪いや。そこを狙えばいいけどさ、ダメです。猫派、犬派？わかんないな。おばちゃん、猫も犬もさ、どっちも好きだけど、どっちも構いません。後ろテレビ局の人みたいよ。後ろテレビ局、そう？顔しわくちゃだな、そう。おばちゃんしわくちゃだよ。だって、これってね。なんか40ぐらいの時にさ、全然わけがわからなくて大変すぎたから、全部シワになりました。それでそのままシワです。僕は5台してるんですけど、ダメですか？ごまたしてるけど、ダメですか？いや、それはあなたの能力次第です。オレオレ詐欺について。オレオレ詐欺。それも能力次第ですけど、だけど、それが面白い世界っていうのが間違ってますよね。だから、それは時代が変われば、今の時代は、しょうがないけれども、いや、あんまりやらない方がいいです。七分様の肩蓋が取れそうです。神に捧げた方がいいですか？サークさん。神に捧げた方がいいかどうか？いや、神は捧げるもんでなくて自分がなるもんです。セミ派、カエル派。ミンミンミン、ギャーギャーギャーですか？セミ派ですけど。ミンミンミン。カエル派、ギャーギャーギャー。カエルのように動き回って、そして、セミのように世の中に叫びます。T シャギの色、オレオレ詐欺に合わないように気をつけてください。
そう。おばちゃんはずっと詐欺に遭いやすいよ。だから、この頃は捉えません。座名、座右の銘はありますか？座右の銘、神。夏と、座右の銘、神なの？夏と冬、どっちが好き？失礼だ。夏と冬。どっちも同じだ。前科者についてどう思いますか？前科者ですね。いや、この時代、前科者はかわいそうですね。だけど、次の時代になれば前科者も活躍できます。今日は和道とデート配信ですか？はい。量子力学二重スリット実験がまた。わからない。量子力学二重スリットの実験結果。量子力学だから多分16は1なんじゃないかと思います。量子だからこのような物質はみんな本当は精神なんですけれども、それをみんなが知らないだけです。浅井さん、いつかセミナーと生の会を開いてください。もったいないさん。いや、やめて、この、まずは、配信を電話にします。で、それから、電話で慣れてきたら、さ、開こうと思います。それで、電話で、いけるように。セミナーした方がいいんですか？セミナーってな、お前、セミナーと談話の会。だから、いや、個別に喋んにゃ、電話の方がいいけれども、一般的なことを喋り、やっぱり、セミナーと、講話がいいですね。講話の会ですか。じゃこれ、おばさん、空き缶やってたらダメだ。いつか空き缶が出なくなったらやります。今、1万円持ってますから、3ヶ月で1000万円するにはどうしたらいいですか。それはね、運を上げなきゃダメだよ。運を上げるっていうのは、何か偉大なことを仕留めて、で、その後おばちゃんについて回る。これで大丈夫です。サバ会のような交流会。交流会ですね。いや、ここに来てもらえれば交流会になりますが。和道さんとか来てください。おばちゃんの時間。おばちゃんが何月何日和道さんのところに行きますよって、それ、知らせを作ればいいですか？LINE？ わからないんだ、ちょっと。LINE 簡単だよ、この前教えたじゃん。いや、なんか LINE のね、なんかマークがあるけど、あれをみんなに教えればいいのかな。よくわかんないな。これ、もったいないさ。さ、そうですね、それもいいかもしれませんね。いや、おばちゃんでもね、本当は治療院やりたいと思います。治療院みんなサメさんに食われた後を直します。和骨さん、とっちゃ、好きな、和骨。今3人の女性から告白されてます。どの子も好きなんですが、どうすればいいですか？それはいいですね。頑張ってください。和道、かっこいいな。和道、かっこいいな。プラチナバイさん。よくわからない。プラチナとハエとプラチナはよくわからないな。ご自分では放送しないの、とっちゃん。知ってるよ。浅井ゆき子です。よろしくお願いします。これは。クワッチやってるもんね。最近閲覧40ぐらいで人気だよ。独自にリスナーさん獲得してるんだよ。リスナーさん ?40 人ぐらい見るよね。うん、こっちからみんな来てるんだと思ってたんですけど。うん、違う、リスナー被ってないの。宣伝してる。あ、そう。そう？クワッチで浅井ゆき子でやってますって。そう、ふわっち、浅井ゆき子です。よろしくお願いします。浅井ゆき子は、つまらない、難しい話をギャンギャンやってますんで、それでもしよかったら。今朝しましたよ。今朝したよ。そう、今朝もそっからしました。はよ、喫茶店でお茶して。お茶。そうですね。みんなとお茶飲めばそれは楽しいと思います。浅井さんの頭回転、早いな。こんちゃんさん。回転早いな。そうかな。おばちゃん、年取っててもう何もわかんないけど。浅井さんのリスナーです。黒毒さん、浅井さんのリスナーだ。黒毒さん、こんにちは。またお目にかかりました。先ほどもどうも。新宿、そう、新宿です。ここは新宿の、川沿いか、神田川沿いです。プラチナバヤさん、おばちゃんは新宿三丁目の、御苑の前でやってます。
今家の前でもやります。いや家の中でやりますから、どうぞよろしくお願いします。プラチナバイさん、さあこれはあと、いい椅子、いいとこ住んでんな。新宿、そう、おばちゃんと来てからずっと東京に、新宿をうろうろしてる、この辺にいます。ちょっと他にも行ったことがあるから、でも新宿いいとこですよ。コメントに対応しては、コメントの対応にしては神ですね。おばちゃんのコメントは神かもしれない。コメントの対応にしては神ですね。このコメントの対応に神、神ですね。そう。おばちゃん言葉を神にするよう頑張りました。浅江さんとは夢でよく会います。いや、それは嬉しいな。おばちゃんはあんまり夢見ないんだけれども、なんか夢でお会いしたいと思います。毎月本何冊くらい読みますか？本は読まない。空き缶ばかり集めてる。空き缶集めて、あと、街の人と喋る。自分で本書きます。作家だもんね。そう。うん、で、それで、そう、多分、問題に当たるのが好きだよ。だからさ、問題、空き缶をやめたら次に問題に当たろうと思います。だから、問題の現場に行ってそこで立ち向かうと。わどつ、わどつ、本は集めないんですか？本読まないよね、あんまり。本、空き缶じゃなくて本ですか？本は集めないですね。最近あ、違う違う。本で生計立ててるって意味じゃなくて、本を読むのかどうか。本？うん。本集めないんですか？違う違う。ああ、そういうことか。本、あ、違う。この人が聞いてるのは、本を集めて売るっていう、生計を立てるっていう意味じゃなくて、ホームレスの人。いや、本を集めないですよ。おばさんね。本を読むかってこと聞いてるの。最近ブックオフが出てよ、さ、皆さん本を投げなくなったんで、本集める人は見ないのと。そういうことじゃねえんだけど。え？おばちゃん本読むかどうか？本読む。本お金になるよ。え？本と新聞紙と。おばちゃんの本を集めれば、それはお金になると思いますよ。おばちゃん、本に自信があるもん。何時自信あるかっていうと、おばちゃんこれ、何年や？本は金になります。20年。重たいから、女の人は空き缶拾った方が効率がいいの。違うよ。今最近本集めてる人はみんな間上がったりだよ。嘘。空き缶に変わりました。嘘。空き缶なの今するよ。空き缶値段いくら今 ?0.。いや、空き缶の値段じゃなくて本がダメな、もうみんなブックオフに持ってることが分かってるから、はいはい、だから捨てない。捨てない。自分でブックオフに運ぶ。そういうことか、落ちてないんだ。そう。www、缶は集めないんですか？ふうさん。缶めちゃめちゃ集める。そう。アルミ缶で暮らしてるおばちゃんです。アルミ缶もう15年もやってるアホみたいなの。お、すごい。アイテム大花火が出たって。え？大花火って何？わかんない。アイテム大花火だって。アヒカの方は効率がいいんですね。缶集めないんですか？アヒカの効率いいかどうか。いや、アヒカの効率悪いですよ。だっておばちゃん、アヒカ集めの他の人の 10倍から、あれだ、100倍ぐらい集めるのかな。おばさんの量ただことでないもん。効率良くないです。アヒカ、アヒカ、だってみんな台車の上に乗っけて歩いてるじゃないですか。あれの、だいたい、40倍か50倍集めるんだから、1回で。だから、さ、僕も集めてます。あ、それは嬉しい。あははははは、集めてる。さあ、おばちゃんと一緒にさあ、自転車で空き缶集めに行きましょうか。町内会行くんですよ。町内会に優勝を得て、それからすぐ頑張るんだからやりましょう。資源ゴミを取るのは条例違反でしょ。プラチナバイさん。この資源ゴミを取るのはっていうのは、その、現状のところ、その、業者に委託されてますが、その、業者は、その町内会に、支払われないことによって、サメさんが、100倍に増えるという状況になってますけれども、これが、その町内の人がそのサメさんに喜んでるかというと、そりゃ、喜んでるのは、町内のトップのヤクザだけで、あと誰も喜んでません。町内のトップのヤクザを、ぶっ倒した時におばさんの世界になります。朝は書き入れ時ですよ。おばちゃんは朝いつも出てます。で、それで、アパートいっぱいもらって、それで、山のように集めますけども、夜もやってますよ、たまに。夜も一生懸命やります。和の線かよ。吹け線わかんないな。吹け線かよ。環境の奥の瞳見せていただけませんか？おばちゃん、メガネっていうのは、
その、一番と筋肉に力が入るところ、一番と、だから 10kg 重量が上げれる人が 20kg 上げれる。で、その度数で止めるべきです。一番見えるところで止めたときに、問題が起こります。世の中が嫌になっちゃう。そして、なんか、物事は見逃せない。600円ぐらいかな。何がですか？缶潰して一袋いくらぐらいって。どこに書いてある？一袋500円ぐらいだろ。こいつ悪いよな。缶潰して、潰さないよ。潰さなくて600円ぐらい。450円ぐらいか。あ、集めたんですか？一袋500円。こいつ悪いよな。いや、そりゃさ、一袋集める時間だよ。2時間かかったらさ、アホなみたいなんだけど。1時間半で3袋ぐらい集めるよ。え？ 1 時間半で大体3袋ぐらいだ。だから、今時給2000円だから、1時間で洋服集まって。あ、そう、そんな集めんだ。夜中に参ります。時々神に出会います。ただ、おばちゃんのところには誰も控えなさい。寄りつかないよ。だから、それ誰にも会わないもん。お風呂どうしてですか？毎日ジムに行ってます。お前、試合3日前にリラックスな過ごし方をしてるな。キーさんと戦うんですか？そうそうそう。テレチャンピンと戦う。テレチャンピン。あ、それは勝てればいいですね。今、テレビ画面に向かってお話ができる時代ですけど、50年前にこんなに世界を予想できましたか？よくわかんない。テレビに向かって話せるのかな？話したら向こうの人は聞くんですか？なんかこれと似てるけれども、いい世界が来るんじゃないかと思います。俺ね、ゆいがさんの予想だとね、46% だったね。要は、テレチャンピンの方が勝つっていう人多かった。ああ。ゆいがさんの予想だと。じゃあ、あなた勝たなきゃいけないですね。頑張ってください。頑張ります。ワードを勝つだろう。プラチナバイさん。ワードを勝つだろうだよ。で、浅井さんは、今、浅井さん、モニターに向かって話してるんでしょう。モニター、そう、この画面、パソコンの画面です、モニター。ユイガの予想当たらんね。43% ですか？だってまだ、え？ユイガさん。あ、ユイガさんってあのユイガさんだよ。それはこの前言ったら、この前言う、ユイガさんだよ。解放から連絡来てないよ。え？解放から連絡来てないよ、俺。この人、解放さんって言うんですか？ユイガさん。今日マッサージしてくれるっていう話なんだけど、もう11時でしょ？マッサージ？うん。マッサージを、おばちゃんマッサージ得意なのに、おばちゃんにやらせないんですか？おばちゃん4000円で普通にやりますよ。あ、そう？嘘。解放ワードにマッサージするって言ってたよ。あ、解放さん来るんだって。さあ待ってた方がいいですよ。いや、連絡ないよ。え？連絡がない。どこが悪いんですか？いや、ほら、大会前で筋肉痛だから全身。左足が痛いのよ。あ、それマッサージするんですか？そう。ステゴロは、わお、解放和道さん、来てください。ステゴロはどこで設けられますか？ステゴロわからないな。あの人朝まで配信してたから寝てたんじゃね？ああ、解放和道さん配信してたから今寝てるんだ。今来るよ。和道さん、それだから優しく抱いてあげてくれ。たぬきだ、あ、たぬき、おばさんのところにも来る人だ。もったいないさ、浅井さんの今朝のテーマ。気合ですが、気合がないときはどうすればいいですか？気合がないさ、見本はバドさん。こうなっちゃいけないです。だから、それ自分の素質を見抜いて、でそして、社会に向けて、頑張り抜けば、必ず、神となって社会で活躍できます。だから、不思議な力が出るから気を送ってあげると言っていた。誰？あ、さっきの人？その、なんだかさ、気を送ってくれるんですね。それはよかった。マッサージの意味が分かってますか？マッサージ？だって おばちゃんマッサージ師だから、マッサージ、普通の意味でマッサージだよ。解放？あ、さっきの解放さんだよ。解放さんがマッサージしに来るんだから、だから気を送ってくれるって言ってんだから、だからそれはいいんじゃないですか。気合送ってもらって、そう、神にならないまでもさ、体が元気やってどこもやめた。治療院やってたんだもんね、浅井さん。そう、治療院やってた。治療院またやりたい。またやりたいの？そう、治療院やりたい。治療院お金かかるでしょ？だから、普通のビル借りるのにだいたい300万ぐらいいるかもしれない。だって、恵比寿でやってたんでしょ、もともと。そう、そう。恵比寿と大久保？大久保だよ。大久保、恵比寿でもやった。恵比寿もやったよ。うん、なんかあれだよ、どうしたらいいでしょうね。じゃあ、頑張って、配信やって、それから、治療院を作ります。うん。本も売るか。本もね。
じゃあ、治療院作りましょう。治療院やってれば、また何にも、それはそのまま年取ってきます。何にも、何にも考えることはない。それだけ。頑張れよ。ワド、フリー、説、流れてるから、それをバネにして頑張ってな。ワド、フリー、俺負けるって言われてんの。ん？負けるって言われてんの。負けるだ、大会。大会負けるボクシング。負ける、うん、負けないんじゃないですか、大丈夫ですよ。大丈夫、うん、青空で治療したら、もったいないさ。青空。青空で治療したら。肩の子に治したいからちょっと見てよ。どこ痛いの？背中の。ああ、そう痛いな。ああ、そっち痛いか、そっち痛いか。そっち、そう。そっち、それ、なぜ痛いかですか？これ、ジャブ打ってるから、こうやって。左で。いっぱいパンチ打ってるから。パンチ打っただけじゃ、そうなんない。なんかぶつけるんですか？左でこうやって、ゴンって。顔に、ゴンってぶつけた時に、それで、そこに響いてるから。そうそうそう。これ直すにはどうしたらいい？治る？これ。だから、左の股関節がずれて、それで背骨が、ずれてるから、そこで、これで衝撃でこれ来るんだ。うん、だから、それを直せばいいんじゃないですか。だから、こう直すんだから、だから、どうしたらいいのかな。足を左足をそっちにやって首をこっちに曲げて。じゃあ、首を向こうです。こう。こう。顎をこっちです。こう。あ、もっと顎を向こう。向こう。そう。こう。っとこうです。足をこっちはどうでもいいです。はい。問題はこっち。こう、顎をこう。こう。で、それで、こう。あ、こう。あ、こっちは、引かなくてもいいです。じゃあ、体硬いのよ。引かなくていい。引かなくていいけど。かかんない。じゃあ、広げらんないの、俺。体が硬いから。すぐ伸びないですか？うん、伸びないって、これが限界だ。じゃあ、こう引いて落とす。引いて落とす。はいはいはい。欲しいな。ここに引っ掛ければいい。俺体硬いんだって。いや、だから、うん、今のはこうすればよかった。こうやって、こう引いて、うん、こうです、うん。できなかったよ。どうしよう。まあいいよ、いいよ。アルメ、サロンパス、青空、サロンパス。サロンパス貼れって。サロンパス貼るわ。いや、それは骨格だからサロンパス貼れば逆に行くよ。だから、サロンパス貼るとしたらどこがいいかっていうと、うん。ここにあればいい。あ、そこ？うん、OK。突然、木葬ですか？木葬？木葬。さあ、木葬の姿ですか？よくわかんない。アンメルツ横横。いや、だから、ヒヤッとするものをここに入れればひょっとしたら行くのかもしれない。寝てる？寝てる？浅井さん、固まる時があるので、CPU 入れ替えてください。これ何ですか？ CPU って何ですか？人工知能。コンピューター、そうそうそう。固まる。わかんない。固まるってどういう意味があるんですか？こう、ぼーっとするって。ああ。会話が止まったりする。会話が止まったりする。いや、今和道さんの体が治んなかっただけです。治せばいい？これ治す？私の気合で治す。ちょっと待って。もう一回、気合いにならないのかな。こう来てこうだってて、そこが痛いと。痛いとか分かんなくなって、ちょっともう一回触ってみて。私の気合いで直す。向こう行こうやるって言ったんだから、それを気合いで直す。ひょっとしてそこで、ここを掴めば治るかもしれない。ダメかな？ちょっと待って。うん。あ、少しはマシだな。大丈夫。良くなってきた。
肩は、これ、上で、こう背中曲げてください。ぐーっと。背中こう。うん、そうだ。じゃ、落として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 。あ、良くなったよ。え、今のも良くなった？うん、ちょっと良くした。え、本当にこうやってやって？え、もうやんなくていい。もうやんなくていい。もう治った。あ、こんなにいいと。計画飛行をついたりできないですか？計画ですか？計画。計画はあんまり考えたことがなかった。計画は何でしょうかね。計画はこうなってんだから。言葉ができると人間は物体じゃなくなるっていうことです。青空とはビルの中でなく公園や空き地で治療をやったらどうですか？普通、馬道さんないけど、普通の人は恥ずかしいもん。汚い、じゃんけん。だから要するに、治療するには清潔な治療院が必要です。いや、この、経絡は、言葉ができると人間じゃなくなるって何なんですか？浅井さん、俺さ、はい、エホバの証人の人と、はい、今日、予定があるのよ。エホバの証人？そう、エホバの証人の人が聖書を読んでくれるんだよ、これ。あ、それ見に行くんですか？そう。そう、聞きに行く。そう。さっき通ったじゃん、男の人。ああ、あの人、エホバの証人。そう。で、12時にまた来てくれるって言うから、うん。あ、エホバの証人のうちに行くんと、いや、行くんじゃなくて、教会に話を聞くの。はい。勉強会。勉強。エホバの証人？うん。エホバの証人ですね。エホバの証、エホバっていう、エホバの証人、何かな？今日エホバの証人。浅井さんがまた来ると思ったら、うん、つまらなく感じます。はい？何？どういうこと？だから、うんエホバがつまらなくなって、それで、うん、もう来なくなります。エホバかよ。刹那 F 聖英さん。さて、これで、あとは特には、治ったしね。宗教勧誘ですね。宗教勧誘ではない、うん。勉強会。聖書の勉強会。だから、要するに、浅井さんとまた勉強会しようと思えば、こういうエホバは、いらなくなり、来なくなりますけれども、どうしましょうか。エホバは峰、ね、お母さんは神？刹那ヘフ、聖夜さん。神。神ですね。そうです、あなたのお母さんは神です。この、神っていうのは世界っていう意味で、そういう意味です。さらに、その世界っていうのは、そう、私だけじゃない。永遠と続いてます。ワドツ、姉ちゃん。あ、姉ちゃんだ。ワドツ、姉ちゃん。おはよう。おはようございます。大丈夫ですよ。ワドさん、エホバやらないから。エホバに入るとかじゃなくて、旧約聖書に興味があるの、俺。旧約聖書。旧約聖書。アダムとイブとか、ノアの箱舟とか、カインとアベルとか。キリスト教の奉仕だけれども、なんかね、奉仕用に入った人って、その、みんな和道さんのようになっちゃうんで、だから、あんまり和道さん興味ないと思いますよ。浅井さんとエホバのコラボ配信お願いします。エホバと喋ってくればいいんですか？コラボ配信って何？喋る、喋るって言ったらもうあと10分くらいで来るよ。エホバのコラボ配信。エホバの人が来るのよ。
あ、青すぎた。青すぎた。まあ、宗教っていうのは次の時代なくなると思います。宗教が必要なのは、まあ。俺、宗教なくならないと思うよ。新しい形で宗教はずっと残ると思う。いや、今、心と感情が繋がってるから、宗教は、必要ですけれども、心と、生活全般が繋がれば、宗教はなくなります。浅井さん、こんにちは。元気そうで何よりありがとうございます。元気そうで何よりです。お世話様です。だから、要するに、今宗教があっても必要ない、今宗教があってもしょうがない。この世界だから、宗教が必要です。だけど、宗教は、未来に誰も必要なくなります。つまり公明党がなくなるわけですね。そうですね。公明党は、ありがとう。地域によって知能が、を作ると言ってますけれども、地域によって知能が作られる、作っていきましょうと言ってるけれども、それだけになります。浅井さんまたカラオケ聞かせてください。はい。浅井さんは創価学会？だから、地域によって知能が作られるとは言ってるけれども、創価学会を拝まなければ人生は成功しないとは言ってません。花火三発ありがとう。ありがとうございます。ミュールさん、あ、婦人部長さん。ミュールさん。うん、ですから地域によって知能が作られると。そういう世界にやがてなります。浅井さん配信者っぽいです。いや、浅井さんふわっちで配信やってる最近。閲覧40ぐらい集めてんの。もう、独り立ちして、ガンガン集めてるよ。人気者になってんの。配信和田さんのおかげで配信です。ありがとうございます。いや、俺のおかげじゃないんだよ。自分のファン層を作ってるんだよ、浅井さん。ファン層？自分のお客さんいるじゃん、リスナーさん。ああ俺のことを全く知らないリスナーさんが、もう今集まってんだよ。ああ、そうだ。浅井さんと繋がってるのかって言われるもん。浅井さんさ、コメント打ちなよ。え？今、宣伝しなよ。浅井さんの携帯貸して。ふわっちやってる携帯貸して。いや、実力あるんだよ。いや、ふわっちやってる携帯ないよ。パソコン。パソコンでやってんのいつも。そうだよ。パソコンないのか。うん。電気が入ってない。花火ありがとうございます。ありがとうございます。自宅取締役さん。花火クールありがとう。ありがとうございます。浅井さんのさ、今度伺います。姉ちゃん、今度来てくださいね。実力でね。実力。そう、バドさんの実力です。ふふふ、よくわかんないな。また、今度、来ますんで。また今度来ますじゃないな。なんだ。いや、おばちゃん。いや、浅井だけで出てくると思う。ゆきこ感じだよね。ん？浅井だけで出てくると思う。その浅井で出てくると思う。あ、配信ですか？うん。そう、浅井ゆきこで配信してますけど、ふわっちです。ゆきこがね、多分ね、漢字なんだよ。漢字のゆきこ。ゆ、あるっていう字、き、糸編のき、こ、ゆきこです。皆さんよろしくご覧くださいませ。ワドツあるのりの子供。糸編ののりっていう。また、ワドさんと勉強会しますんで、ぜひ皆さんご参加くださいませ。では、失礼いたします。ありがとうございます。じゃあ、また明日のうち来ますから、ありがとうございます。うん、あれは？あ、これです。浅井さんの。いやー、そうそう、ゆきこ。浅井ゆきこで多分出てくると思うよ。いやいや、なんかこの神田川のこの、堤防ってそれよく作ってますけど、あれねえ、綺麗だよね。そういう、で、まあ周りも綺麗だけど、ここ堤防素晴らしいですね。これだけドワーッと作るの、ね、大変なの、掘って川流すのすごい大変だと思って。いや、宗教の勉強好きなんだよ。宗教の勉強？うん。宗教好きなんだよ。宗教オタクなの。宗教オタク？
宗教の面白いところって何の宗教が一番面白いですか。俺は仏教が好きだね。で仏教向いてるもん。うん。でキリスト教の勉強あんましてなかったから、特に旧約聖書読んでないのよ。ユダヤ教とかイスラム教とかキリスト教つながってるから、ちょっと勉強しようと思ったら、仏教関係やればいいじゃないですか。仏教は結構本読んでる、うん、だから旧約聖書読みたい。仏教の回路も全部見てる。浅井さん右、こっち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 、逆逆逆、ちょこっちこっちこっち、うん、アイテムいっぱいありがとうみんな。エホバの証人のさ、人の話、放送できるか聞いてみようか。放送聞きたい、エホバの証人の人の。いや、バルバさんの仏教の話の方がいい。いや、違うんじゃない。キリスト教も勉強したいし、エホバの証人もね、知りたいんだよ、俺。どういう宗教なのか。レクチャーはエホバの証人っていう感じだけれども。レクチャー、エホバの証人なの。まあ、俺は仏教多分一番肌に合ってるとは思うけど。だからあれだよ、うん、僕の、うん、配信してあれだよ、なんかこんがらがるよりそのうち仏教番組でも作ればいいんじゃないかと思うけど。あ、仏教番組やりたいね。どんな話か偏見なく聞いてみたいんだよ、ただ単に。だから人生というにはどういう心構えか、うん、そういうようなことを、学問に基づいてそのみんなに託せばいいんです。うん。じゃあ浅井さんお疲れ。浅井さん、俺浅井さんポスターいる。俺の何のあの格闘技の俺の、俺が映ってる。いる？うちに貼っとく。うん、じゃあちょっと待って、今持ってくるわ。すぐ取ってくるから待って。うん。ここで待って。今ポスターもらいます。うん、今。ちょっと待って。浅井さん、またね、またね。聞きたい。どんな話聞いてみたいね。うん、そう。どんな話か聞いた方がいいよ。ちょっと曲がっちゃってる、ここに俺映ってるから。これいつやるんですか。これもう6月の10日。あ、そう、もう。これ貼っといて。わかりました。これ、貼っときます、うん、はい。ありがとう。ありがとうございます。うん、いいよ。じゃあね、浅井さん。どうも、お世話様です。はい、またね。うん、またね。はいはい。じゃあ一回終わりにします。お疲れ様。エホバの証人の人にちょっと聞いてみるよ俺。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。